キジミがバーガーキの住む町まで行く、まずはけお届けします。ラブライブ橋の空地学院スクールアイドルクラブミラクラ準備室ラジオ、好き好きクラブの皆さん、こんにちは。橋の空女学院スクールアイドルクラブミラクラパーク、大沢ルビナ役カンカンことカンカンナです。藤島めぐみ役コナチこと月猫なです。安養寺姫役リンちゃんことグルスリンです。ラブライブ橋の空女学院スクールアイドルクラブ、それは限りある時間の中で精一杯に花咲こうともがく少女たちのストーリー。この番組はそんな橋の空女学院スクールアイドルクラブのことをさらに盛り上げつつ、来たるべきラジオの公開録音に向けてさまざまな準備を進めていくスクールアイドルビブラジオです。わー、パチ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 、決まりました、3回目、ね、ちょっとね、先日は急遽でね、うんうん、皆さん驚きましたかね、うんうんうん、どうだったんでしょうか。すごいね、いっぱい皆さん盛り上がってくれてね、ハッシュタグとかすごい楽しくね見させていただきました。ありがとうございました。まずは4月29日に開催させていただきました104期オープニングフェスライブに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひ番組宛に感想をどしどしと送っていただきたいと思います、うん、待ってます。はい、それではここでメールを紹介させてください、うん、ラジオネームけしずみさんからいただきました。ありがとうございます。カンカン、コナチ、リンちゃん、コミラパー、コミラパー、本当に終わっちゃったのかと思って心配したよ。無事に帰ってきてくれてすごく嬉しいし、リンちゃんも加わってさらにわちゃわちゃが増えて楽しくていいね、うん、リンちゃんはザ・ミラクラパークって感じだよね。お、進化したミラクラパークを応援してるから、これからもずっとよろしくね。ありがとうございます。では続いてラジオネームラッキアスさんからです。ありがとうございます。ミラクラ準備室ラジオの開始おめでとうございます。はい、第1回放送を聞いたけど、姫ちゃん役のりんちゃんが加わったことでさらにパワーアップしたミラパのラジオになりそうだねとのことです。ありがとうございま す。頑張ります。はい、続いてデラさんからいただきました。ありがとうございます。ま、準備室ラジオ第1回放送聞いたよ、ありがとう、うん、生放送でも言ってたけど、カンカンリンリンコナコナって響きがめちゃくちゃいいので、うん、せっかくだしカンカンリンリンコナコナのミラクラ準備室ラジオってタイトルコールをしてみてほしいな。星室ラジオまでの元気な名乗りが大好きだったので、そこをなんとかお願いします。最低ほらお気に召さないから、コナちゃんがやってあげよう。まだまだ一回やってみるか、うん、じゃあちょっと流してもらおうよ、うん、え、これカンカンリンリンコナコナ分ける、うん、分ける、カンカンリンリンコナコナ分ける。ちょっと一回一発でやってみよう、そうしよう、うん、うまくできたら採用ということで。あ、そう、OK それはちょっとそうだとするとやってくんなよみんな一回やってみよう、一回やってみよう、うん、一発撮りでお願いします。キジミがバーガー君の住む町まで行く、まずはけお届けします。ラブライブ橋の空女学院スクールアイドルクラブカカリニカカラッカカカカごめん、もう一回、もう一回やらせて、もうない、もう一回、ごめんごめんごめん、もう一回だけ、もうないよ、ごめんごめん、元気ね、元気ね、いや、もう一回元気にやりましょう、すいません、ミュージックスタート。キジミがバーガー君の住む町まで行く、まずはけお届けします。ラブライブ橋の空女学院スクールアイドルクラブカカリミコナコナエビバディシュガーミラクラ準備室ラジオ。え、どうコナちゃん、どう、全然良くないダメっぽいやん、せわしないな。じゃあ、まあ、幻のっていうことで、ね、うん、ここにこれを聞いててもらおうね、聞いといてもらおう、うん、あ、りんちゃん的に、あ、これじゃ結構いいなと思うけど、よかった。え、多数決的にはセンスを疑う、センス、そう、やばいやばい。じゃあちょっとこれはね、ひーちゃんにも後で聞いて、審議、審議ちょっと多数決で決めましょう、うん、
はい、そしてね、4月29日に開催させていただきました104期オープニングフェスライブに参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。更新日の5月5日はですね、子どもの日ということですけれども、実は、みんなはどんな子どもでしたか？幼少期のエピソード。あ、でも真面目だった。うわ、あ、なんだっけ、小5ぐらいは真面目だったんだよね。小5ぐらいまで、小5まで本当に真面目で、なんでこうなっちゃったんだろうってくらい真面目だったの。本当に別に真面目ではあるけどね。あ、嬉しい、うん、そう、すっごく勉強もできて。へぇ、嘘だ。ちょっと待って、カットの窓だからって彩るなよ。本当に、いやいや、本当にできてたの。めちゃくちゃ勉強できてて、多分聞いてる誰も信じてないと思う。マジで小 6? 小 6? なんか小5ら辺でなんかすごい変な先生と出会って、あの小学校から女子校だったんだけど、なんか女子校じゃ味わえないような意味わかんない話を国語の授業なのに全部使ってしてくる先生とか、ドッジボール行こうぜドッジボール行かせてもらったりとか、そこでなんか遊ぶことを学んだの。そう、しとやかな学園生活からこうちょっとスパイスが加わっちゃったんだ。そしたらもうそっちが、ちょっとそっちが楽しかった、そっちが良かったからもうさんちゃんの本能がそっちだったんだね。なるほど。2人は、めっちゃすごいコミュニケーション能力が高くて、あ、そうですよね、苦しさもめちゃくちゃ高くて、すごい、あのマンションの、その時住んでたマンションの管理人さん、管理人室ってあるじゃないですか、なんかあの座ってずっと管理人さんが作業してる、あそこに入ってって、お家の鍵とか忘れた時にお母さんが仕事とかでお家入れないから、管理人さんの部屋入ってって、管理人さんとお菓子食べながらお母さんの帰り待ったり、かわいい、でも人好きだった。へえ、すごいな。どう？うちめちゃくちゃ人見知りだった。あ、今も全然名残ってるけど、もう今よりひどかった。あ、へえ、そうなんだ。マジで大人とかともうきっと子供口利かんみたいな。へえ、そう、それこそ日本舞踊を習ってたんだけど、それおむつしてる時から習ってたから、そこの人しか喋れないみたいな感じだった、大人は。へえ、なんか色とりどりだね、うん、色とりどり色とりどりか、そう、確かにね、うんうんうん、後で聞きたいね、ひーちゃんにも、うん、ね、はい、それじゃあ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ミラクラ準備室ラジオ配信準備完了。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブミラクラ準備室ラジオ、それでは早速ゲストを準備室にお招きしましょう。コンコン、どうぞどうぞ。ガラ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 、お邪魔します。お、蓮の空のこと好き好きクラブの皆さん、はじめまして。蓮の空女学院スクールアイドルクラブスリーズブーケ百瀬銀子役、ひーちゃんこと桜井ひなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スリーズブーケってずるいな、ね、なんか喋り出してさ、ね、この曲が流れた感じね、うん、いや、いいですね。ということで104期から新たに蓮の空女学院スクールアイドルクラブに加入したひーちゃんが準備室に来てくれました。お邪魔します。そうね、生放送とかこの間のね、セカンドライブツアー千葉公演の方にも出演していただいて、うん、ラジオではね、皆さんに初めましてって、え、初めまして、ここが準備室かっていう気持ちでそう、え、ラジオ好きなんだ。そう、ラジオ、そうなんです。そう、初ラジオ、そう、初ラジオ、人生初ラジオで、すごい楽しみにしてたんですけど、こう、あの、あれですよね、ちょっと特殊じゃないですか、ルールが。なんでしょうね、言葉、あ、そうそう、あ、ダメだよ、でもなんそうだよ、何言ってなかなか不慣れだから、すごい硬いかもだけどだけど頑張る頑張っていいね、いいね、
頑張るです。頑張ってありがとう。ひな、なんか意気込みある？初めて言われた何の動揺呼び方変えろって言われてないって言われたかもしれない。そこまでは言われてない。突然のアドリブありがたい。いいえ、そうだな、うん、やっぱりこうなんでしょう。あーもうもうダメかも。いける諦めず心うるそう。やっぱりこう自分のことをお話しする機会ってなかなかなかったからすごい楽しみだし、こうミラパさんとあんまりこうまだ絡みが少ないというか、やっぱりユニットごとでのレッスンとかが多いので今日はいっぱいお話しできたらなと思うな。うわー、かわいい。思うな、嬉しいな。じゃあここでメールをご紹介させてください、うん、はい、ラジオネームタコスケさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひーちゃんがラジオに出るの楽しみにしてたよ。各方面から真面目と言われているひーちゃんがミラパと絡んで悪い影響を受けないか心配だよ。失礼な。本当に失礼だ。でもミラパの3人はね、あ、真面目だから心配しなくても大丈夫。4人のトーク楽しみにしてるよ。あざす。ありがとうございます。じゃあ続いてラジオネームゴゴゴさんからです。来たぞ。うわー、カンカン、コナコナ、リンリン、ヒナヒナ、コンミラパー、コンミラパー、コンミラパー、ヒナヒナ知ってるかもしれないけど、この番組は敬語禁止だから、カンカン、コナコナにもタメ口で OK だからね。じゃあよろしくね。よろしく。なんてフランクな。すごい。こういう感じで、そうか、もうメールからフランクなんだね、うん、そうなの。ヒナヒナ初めて言われましたけど、ひな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 、いいね。ひなひな可愛くない？ひなひな可愛い。並ぶと余計に動物園感が増すというか。確かに確かに急にちょっとファミリー向けの動物園の感じが。さっきのどう思いました？そのタイトルコール。そうそうそう、タイトルコール、すごい可愛いなって思ったんだけど、うんうん、なんかそのやっぱ乗り気な2人と一番最後のコナちゃん、そのなんかコナちゃんのとこで今日のコナちゃんのテンションが知れるみたいな、ちょっと画家的な楽しみがあるかなと思って、確かに測れるみたいなね。あ、確かに。リスナーとしては聞きたいかなっていう気持ちですね。いいじゃん、じゃあ多数決でちょっとあとおっしゃったかな。もうひなひなが言うならやっておおー、私たちの言うこと全然聞いてないのに。確かに。あれ、そうだぞ。いやいや、そんなカンカンとリンリンの言うことは聞けねえだろ。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。え、でもさ、これミラパの3人はね、うん、あ、真面目だからって言って3人になってさ、悪い影響与えるのにまた1人加わ、ちゃんと加えられてる。なんでちゃんと私早いんだろう、こっち側なんだ。ほんとミラパだしさ、ほんとスリブだよね、ひーちゃんも。確かに、うん、そうかな、なんか自分じゃあんまりわかんないから、こう言ってもらうとすごい嬉しいです。めっちゃスリブ、風がスッて、わかる。そう、お声がさ、なんかすごい、ね、お声がさ、乾きたみたいな言い方。いや、すごい、ほんと。え、うちさ、あ、ごめん、また話されちゃう。何？なんで、ひなって呼んだかっていうとね、急にね、なんか、この間の、あ、確か、なんか、千葉公園の、なんか、楽屋で、うん、カンナって呼ばれたいんですか？あ、それ聞いた。急に言われたのね。そう、なんかずっとカンちゃんに聞きたいことがあって、うんうん、なんかカンナって呼ばれたいみたいなのを聞いたんですけど、誰に聞いたんだよ。誰情報？それはあれだよね、応援してくださってる。そうなんですよ。ハスの空のこと、好き好きクラブ、好き好きクラブの皆さんに、うんうん、そういったそのご意見があって、あ、なんか私が知らなかっただけで、うんうん、そういうなんだ、ノリっていうか、うんうん、その、あ、感じなのかなと思って聞いてみたところ、うんうん、でも今思い出したわ、うん、なんかそれこの間思い出せなかったんだけど、うん、そのやっぱり女の子の子たちがね、その女の子で応援してくださってる子たちが、なんかカンナちゃんって呼ぶのよ。それが可愛いよね。そう、それが可愛くって、うん、いや、まあカンナちゃんは女の子限定でみたいな感じで意地悪で言っちゃったの。だからそれで多分メンバーに誰からも呼ばれてないからっていうので、ちょっとひなに助けを求めたんじゃないかなと思うんだけど、なるほど、ね、それなのかなって今思った。そういうことか。そう、カンナちゃんがいいの？え、うん、え、カンカンがいいの？カンカンにニコナコナがいい。最悪だよ、混ぜてくんな。ひなひなでもいいよ。呼べる？呼べる？
ひなひなって、うん、呼ぶるよ、うん、ひなひなって。でもやっぱちょっと嫌だかも嫌だかもひーちゃんだな、うん、でもそうです呼びやすいので、ね、ピヨピヨだね、ピヨピヨよろしくお願いします。ピヨピヨだ、はい、はい、ではひーちゃんの担当メンバーである百瀬銀子ちゃんのことやひーちゃん自身のことをいっぱい知りたいのでこちらのコーナーに行きましょう。ドドド Q&A。 ミラクルパークの楽曲ドドドのリズムに乗せながら Q&A 形式で百瀬銀子ちゃんそしてひーちゃんのことを教えてもらうコーナーです、うんうん、知ってる？もちろん存じ上げておりますとも、もうあのコーナーって感じ。言える？いえ、これがなんかあの曲に合わせて練習をしてこなくてそんな練習してこないあんまりみんな。あ、そういうんだ。それなんか前回あのリンの聞いたから、うん、あこんなハマるんだと思ってちょっと焦って。あでも上手かったよね。ちょっと練習しちゃった。あ、やっぱ練習が必要なんだ。全然してませんけどみたいな。ちょっと勉強しませんけどみたいな話してくれたり。一緒に走ろうっつって裏切るタイプ。最後マラソンで抜かすタイプ。一番やだな。待って待って、しないよ。待って待って。じゃあ早速行っていいですか、うん、はい。じゃあミュージックスタート。質問ズバリ、百瀬銀子ちゃんってどんな子ですか？どにゃにゃどにゃにゃ。はい、金沢生まれの伝統愛強火系大和なでしこです。友達100人できるかな。おお、そんなでかい声で友達100人できるかな。なんて？金沢生まれの伝統愛が強い大和なでしこで友達100人できるかなと。あ、でも大和なでしこめっちゃ似合うよね。いや、うん、マジでまんま、マジで凛としてる感じすごいよね。本当に立ち姿からも見ていただくと分かるんですけど、うん、めちゃめちゃこう大和なでしこもう日本はって感じの宇宙らしいですね。かわいい、美しゅうだよね、うん、本当に美しゅうで本当に、うん、でも友達100人できるかなに関しては、うんうん、人付き合いがちょっと、人付き合いというか同年代のお友達が今まであんまりこう周りがじいじばあばが多かったのであんまりいなくって、こうハスの空で初めて友達ができたらいいね銀子ちゃんみたいな、こう私自身のこう願いというか思いも込めてちょっと付け加えさせていただきました。でもカホ先輩との銀子ちゃんのなんか掛け合いじゃないけど、うんうん、いつも話してる感じがめっちゃ微笑ましい。わかる、すごい可愛いと思って。だってもうすごかったもん、このプロフィールが出た時に、うんうん、蓮の空のこと好き好きクラブの皆さんがもう最後の一文が気になってしょうがない。カホに対して素直になれない一面もって何ですかみたいな、うん、どういうことみたいな感じで、ざわついてたね。ざわついてたね、うん、そう、やっぱ特定の子にっていうのがまたね、うん、いいですね、ちょっとね、うん、104期でもね、もっと仲良くなってくれたら嬉しいよね、うん、そうなんですよ、確かにそうだよね。でもさ、1年生で配信したりなんだかんだ仲はいいよね。うんうんうん、うん、そうですね、配信だとでもまだまだ1回2回とかかなこの時、うん、そうね、呼び方も結構、ね、まだお互いちょっと、うん、テレテレみたいな感じで。確かに、でも歩み寄ろうとしてる感じがめっちゃ可愛かった。なんかあの空気感いいよね。可愛い。銀子ちゃんなりにね、ちょっとこう頑張って話してみよっかなみたいな、小声で突っ込むのが可愛いんだよ ね、 ね、まだね、小声でしかいけないっていう、可愛いやん。ちょっと可愛いところもありますけど、なんかさ、うん、共通点とかないの？ひーちゃんと銀子ちゃんのさ、確かに、うん、似てるなと思うのが結構内面的なところとか、うんうん、考え方がすごい似てるなと思って、うんうん、性格はなんかすっごい似てるとかはあんまないんだけど、うんうん、例えばその休日の過ごし方とかは、うんうん、なんかお互い一人っ子同士だから、うんうんうん、一人行動が多かったりとか、うん、あとなんだったかのセリフで、うん、すごい刺さるのがあって、うん、なんか休日の過ごし方に関しての、うん、なんかワードがあったんだけど、うん、それがなんかうわ分かると思ってちょっと刺さりましたね私、うん、やっぱ通ずるものがあるんだね、うん、ね、いいね、伝統は特にどんなものやってるの銀子ちゃんは、うんうん、銀子ちゃん、うん、ご実家が加賀縫いの工房をやっているということもあって、伝統工芸にすごい、うんうんうん、あの
興味関心もあるし、もう知識ももちろんあって、うんうん、金沢とか石川県内にもすごく伝統工芸品ってたくさんあるんだけど、そういうものをこうすごく好きな子で、伝統のなんだろう、こう職人さんたちが紡いできたっていうことに関して、うんうん、すごく自分の中で深い愛を持てる子だなと思います。なるほどね。本当に蓮の空に来れてよかったねっていう、確かに伝統あるゆかから感じてね、伝統をゆかから感じて、衝撃だね、インパクトすごかったね。いや、これからどんどんね、まだしていきたいですね、うん、それじゃあね、続いての質問に行きたいと思います。ミュージックスタート。質問、ひーちゃん自身の性格、趣味、特技教えて。おにゃらとにゃにゃ。はい、しっかりしたいと思っています。趣味はのんびりすること、特技は迷わないことです。おー、すごい、いい感じに。なんだっけ、しっかりしっかりしてるよ。してる、十分だよ、マジでしてる。いや、これはなんだろう、しっかりしたいと思って行動してるから、8割しっかりしてるように見てもらえるし、実際うまくいくことも多いんですけど、以前多分ラジオで触れてもらった緊張しいなところがあるので、めちゃめちゃ空回ることが残りの2割であって、見たことない、うん、ライブの MC とか、もう本当に見ていただいた通り、めちゃめちゃこうテンパッとしてたよ。全然できてた。そう、うちらなんてね、もう何言ってるか分かんなかったもん、自分でだって。本当にさ、すごいなって思ってた。マジで言語化が綺麗、みんな。そう、104期 なんであんな堂々とあんないっぱいの人の前で喋れるんだろうって思って、ね。いや、でもみんなすごいから、やっぱこうかんちょっと考えてから立ちましたね。絶対テンパると思って、すごいわ。ちょっとね、なんかまだ104期の間ね、こう、大体のことを頭の中で箇条書きで作っとこうみたいなのは結構やりがちかもですね、総合では。すごい、だって考えててもさ、あの場だったら全部吹っ飛んじゃうもん、うん、ね、うん、全部パーだよね。そうだから、別に考えてなくてもパーだもんね。そうそうそう、どっちにしろパーだから。そうそうそう、すごい本当に。そう、もうライブ中にあれ何ふうと思ってたか忘れちゃったみたいな。だから言えてないの、最後の最後に。そう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 、終わ、なんかみんなの話聞いてて、うん、あ、これ言い忘れた。わかる、わかる、これ言うの忘れたわ。そうそう、うわ、やらかしたって思いながら、うんうん、そうね。いや、そう、そうだよね、確かにって思いながらよく聞くから、すごいよ。いや、うん、とんでもない、ありがとうございます。いや、すごい、全然大丈夫、うん、多分なんか自分の中でのしっかりにはまだ達してないのかも、うん、あ、じゃあもう本当、ね、目標がしっかりしたいなっていう気持ちで生きております。すごい、うん、あ、迷わない、クルスさん、クルスさん、そうそう、なんかうちの同期がめちゃめちゃ道に迷うっていう話をちょこちょこ聞いてる、聞いていただいてると思うんですけど、特にリンで、うん、ふーちゃんもまあまあ迷う。え、そうなんだ。でも迷いそう、ふーちゃんって。確かに、確かに、なんかなんか初めて行ったスタジオでこう、うん、部屋を出てさあ、別のなんだお部屋に戻ろうってなった時に、うんうん、2人して違う方向に歩き出したから待って、違う違う違う今右から来たじゃんみたいなのはちょこちょこありますね。記憶力がいいの、ひまは。そうかな、いや、記憶逆だよ多分。そうなの、悪いんじゃない、そちらが特化してるんだと思うんですよ。悪すぎという、ちょっといいみたいな。悪すぎやな。でも分かるよ、フォローすると、うちの友達にもいるの、本当に絶対逆を行くやつが。そう、なんか意味わかんなくない。でも意味わかんないんだけど、うん、その子別にバカなわけじゃないのよ、その記憶力が、うん、3歩歩いたら忘れるとかの子じゃないの、うんうん、そうだよ、でしょ、だとは思ってる。だから本当に多分なんだろう、道特化型、なんか一個だけ何かがないんだろうね、頭の中何かが欠けてるんだ。どっかで落としてきたの。いやでもそれ以外のものがたくさんあるからだよ、それは。うん、確かに、絶対思ってない。確かに、そんな苦しさありますよ、いっぱい。あなたにはキラキラ輝いちゃってるから、富と野菜が。やめやめ。次、あ、
ひーちゃんのさプロフィールを見せてもらってさ、うん、アイドル鑑賞っていうのがあって、うんうんうん、それって結構昔からずっと？そうだね、なんか高校1年生くらいの時に、うんうんうん、か自分的に運命の出会いを果たした女の子の女性アイドルグループさんがいて、うんうんうん、そのアイドルグループさんの一人に一目惚れして、うん、もうそっからずっとその子を応援して、うん、ライブ行ったりとかしてましたね、うん、ずっとね可愛い可愛い言ってね写真とかもね見せてくれます。髪色が変わったとかツインテール可愛いとかねサイドバング変わったとか怖っ前髪します前髪好きだからさやっぱアイドル好きから前髪フェチは来てる気がしますね。あー、なるほどね。小さい時からなんかアイドルさんのミュージックビデオを見て勝手に踊ったりとかし、うんうん、なんか自分でこう歌って踊ったりとかしてたみたいで、で高校生くらいからもう本格的に自分でこう応援したいなというアイドルさんに会いに行ったりとかをしてて、推し活ですね、いわゆる。もう夜行バスに一人で乗って石川から東京まで来て、もう朝の朝からこうなんでしょうね、物販とかってやるじゃないですか。そうアイドルさんとおしゃべりしたいから特典券みたいなのがあって、それを手に入れるがために朝もう7時とか6時とかから並んだりとか。てかさ、ちょっと話変わっていい、うん、さ、うん、めっちゃ早起きじゃない？X のポストとか見ると早寝早起きなの。10時ぐらいにおやすみなさいってツイートしてて、あ、ポストしてて、そう、そんな時間に寝るやつっているんだと思って、本当にあれはそうですよね、こうそう見ていただけると思うんですけど、ちょっとだけ裏話すると、私X というものの仕組みをちょっと分かってなくて、本当に寝る時間、こうおやすみなさいって言った後で、まあのんびりすることあるじゃないですか。あのリポスト、リポストでなんか バレるって分かってなくて、なんか深夜の2時ぐらいにリポストしたら寝てねえじゃん、なんかしてるぞ夜更かしかみたいなが判明しちゃってて、あやばいって思って、それでちょっと夜更かし若干バレてるっていうのと、朝はもちろんお仕事とかある日は本当の時間、起きましたよしってなんかもう10分以内ぐらいにおはようございますって出すんだけど、お休みの日はそのなんだろう、ポストをしたい時間にアラームかけて、一回起きてポストして、よし寝るぞっつって二度寝したり、ごめんなんかバラしちゃって、えらっ、とんでもない。でもなんだろう、そのおはようを言えばいいと思って、なんかその達成してると思ってるんですよ、自分の中で。起きた、世間的に起きたなみたいな。えらいよ、えらい、これってえらいですか？一度も起きたくない、そのポストのために一度も起きたくない、てかおはようとかつぶやいたことないわ、本当にすごいわ夜更かししちゃったみたいな、かわいいのぐらいでしょ。いや、そう、夜更かししちゃったぐらいの深夜テンション、いいな、そうそう、可愛かった、可愛かった、ありがとう。あとさ、ひーちゃんの X ってさ、ハスの空のこと好き好きクラブさんからするとさ、もうめっちゃ有益情報だらけじゃない？わかんない、スタンプラリーのとかさ、あれやばい、金沢城公園とかさ載せてくれるからさ、めっちゃ良くない？めっちゃためになった、もっとやってほしい、わかる、あれも連れてってほしい、わかる、企画とかで行きたいの、ね、企画にして、女性ハスとかでさ、行きたい、ひーちゃんガイドさんでなんかさできないのかな、それを巡礼コースにしてもらう、うわめっちゃいい、やりましょう、新たなモデルコースが、ちょっと大人の人お願いしますお願いします、ぜひ頑張って考えます。じゃあそれではここから私たち3人から個人的に聞いてみたいことを質問したいと思います、それでは、はい、じゃあまずはね、私クルスリンが個人的に聞いてみたいことです。ミュージックスタート。質問、ミラクラパークの好きなところはどこ？やだ、はい、3人全員声に個性があってすっごく可愛いところです。うわー、嬉しい、声に個性、
これはなんだろう、ユニットごとにやっぱそれぞれ色があると思うんだけど、うんうん、それにここ準ずるなと思っていて、うんうん、ミラッパさんの曲ってなんか3人で歌ってても、うんうん、3人の声がちゃんと聞こえるっていう、うん、なんだろう、それぞれのちゃんとカンカンとリリンとコナコナの歌声が聞こえるし、それがなんだろう、邪魔し合ってないっていうか、ちゃんとミラッパっていう一個の個体として聞こえるのがすごいなって思ってて、嬉しい、ね、そういうところが好きですね。嬉しい、嬉しいね。声褒めてもらうのが一番嬉しいですね。いや、わかるわ、ありがてえわ。本当に耳心地が良い。でもそれスリムにも言えるよね、うん、本当にそう、本当になんかぴったり、うん、なんかさ、銀子ちゃんの声ってさ、うん、あのカホと小杖はさ、あの間だぐらいだよね、間2週間だよね、ほんとちょうど、うん、嬉しい、なんかめっちゃ馴染んでてキラッとしてて、でもこうなんか透明感があって、声に透明感があるってすごくないですか、うん、すごい、すごい、ほんとすごい、すごい褒めてもらえる、嬉しいよマジ思う、マジでさ、水彩って感じじゃない、うん、声わかる、だからうちらの油性だから、あ、そう、無性世界になっちゃうからね、そう、こちら油絵とか、そう、油絵とかめちゃめちゃ鮮やか、そう、べちゃべちゃな、まあ、ドルケもそうだけどね、本当に、どこもね、でも良さが違うよね、ねえ、それぞれ、いや、嬉しいな、じゃあ、ありがとう、大好きです。え、じゃあ私、うん、2個考えてて、うん、両方答えづらいかもなんだけど、どっちがいいかな、うちでもこれだから、そうだよね、おー、え、下でいい、今書いたやつ気になるけどね、そうだよね、じゃあちょっと言える範囲で、はいはい、そんな掘るじゃあくんくんなんか個人的に聞いてみたいこと、ミュージックスタート。はい、質問、自分だけが知る金沢のスポットとかありますか。とりゃりゃ、はい、観光地の近くは電柱があんまり通ってなくて景色が綺麗です。あ、なるほどね、そうなんだ。これは結構なんか、なんだろうな、東茶屋街とか、うん、兼六園の近くとか、うん、いわゆる観光地として、うん、観光スポットとして名前が挙がるところの付近、うん、周辺って、うん、あの景観を邪魔しないように電柱が地下に埋まってるんですよ。すごい、これはもうなんだろう、市の条例というか、なんか保存条例みたいなので、確かに、あ、コンビニの色が違うとか、あ、そう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 、決められてて、それってなんだろう、もう木とかも邪魔しないように、うん、っていうのはポイントかも、ぜひ見ていただきたい。確かにそんなね、綺麗でね、すごいね。確かに。あとさ、うん、あれひなに教えてもらったの、氷を溶かす水みたいなのがさ、うんうんうん、床から出てるよね、地面から、そう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 、雪国特有のね、あれもね、教えてくれて、そう、大通りとかに雪が積もっちゃうと、ほんと、あの石川県って基本車とかバスの文化だから、うんうん、移動がもう本当にできなくなっちゃうから、うん、なんだ、スプリンクラーのちっちゃい版みたいなのがあの道路のとこから出てて、雪がちゃんと溶けて車が通れるようにっていう整備されてるのも確かに北陸ならではかもしれない。初めて見て、床から水が出てるやばそうなるよね。あ、なるほどね、そうなんだ。え、なんかさ、あとさ、そのさ、ハスってさ、みんな高校生じゃん、うんうん、ひーちゃん自身が高校生の時によく行ってたところってやっぱ金沢駅前とかだったりするの？金沢駅前か、うん、あの高林坊っていう繁華街みたいなところがあって、めぐちゃんたちがお買い物行ってた、そう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 、デリちゃんとかめぐちゃんのカードにもなってた、あのキラキラのところとかはよく行ってましたね。やっぱそこら辺なんだ、うん、そこでお買い物とかするんだ。そうだね、お買い物、よくフォーラスのスタバにこう、うんうん、めぐちゃんとか行ってると思うんですけど、うんうん、とかはもう女子高生のたまり場みたいな、うん、やっぱそうなんだね、本当にやっぱみんな行ってるし、なんだろう、その近くにこう椅子みたいなのがいっぱいあるから、そこでこうおしゃべりみたいな、結構女子高生のおしゃべりって何時間でもできちゃうじゃないですか、うんうん、もうほんと永遠に
何かを喋っていた気がする。最高だね。そう、青春だ。そう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 、ひんこちゃんたちもなんか喋ってんだろうね。ね、絶対ね、かわいいだろうな。ね、かわいい。そういうとこも見てみたいな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。カンカンのもう一個聞きたかったことはね、これりんちゃんにも聞いたんだけど、ハスで一番好きな曲、あ、一番を選ぶとしたら 何なんだろうなって気になる。確かに、うん、1か、うん、もうナンバーはもうこれだけっていうのだったら、うんうん、リフレクションインザミラ ー、 あーやっぱりそうなんだ、うん、これは今ってあれですよね、もう4月全部出てるから、うんうん、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、やっぱり銀子ちゃんにとってもすごく大事な一曲だし、うんうん、私が銀子ちゃんがまだ一緒に活動できるって決まってなかった時期にめちゃめちゃ聴いてて、うんうん、なんかあの曲ってすごく一緒にいる人誰かを励ませるみたいな曲じゃないですか、うんうん、その誰かを勝手にいいんですけど自分に当てはめて、うん、なんだろう、銀子ちゃんから私に応援してもらってるみたいな、一緒に行こうって手を引いてもらってる気持ちでいっぱい聴いてたから、その銀子ちゃんにとっても大事な曲って知った時はすごい嬉しかったし、やっぱりこの曲なんだみたいな、すごいぴったりハマった感みたいなのはありましたね。ちょっと運命感あるね、うん、それは。サニーバージョンも良かった ね、 ね、うん、ありがとう、綺麗だった、わかる、すごいあれ、うん、踊れない絶対、ね、ね、踊れないね、やれって言われたら ね、 ね、なかなか時間をいただかない、うん、そう、めっちゃステップむずそうだった、お断りしかねない、足絡まれ、足絡まれ、絡まれ、絡まれ、絡まれね、よかった、ありがとうね、ありがとうございます。じゃあ続いて私月猫なから個人的に聞いてみたいことです。ミュージックスタート。質問、ハスの空の推し一人選ぶとしたら誰ですか？ゴリョリョ、銀子ちゃん以外ですか？うんうん、一人先輩じゃなければ姫さん。うわー、おー、姫ちゃんなんだ。ちょっと先輩ってなるとやっぱりユニットに2人先輩がいらっしゃるからちょっと角が立つし、どっちも2人とも大好きだから、この一瞬でもすごいね、なんかすごいことになった、巡ったんだろうな。なんだろう、もちろんこれ前提として小鈴も大好きだし、うん、銀子も大好きなんですけど、うんうん、姫ちゃんの独特な、なんだろう、ワードセンスというか言い回しあるじゃないですか、うんうん、なんだろう、ゲーム内の、うんうん、システムボイスね、そうそうそう、大好きで、ずっと言ってくれるよね。そう、あれ一緒にの日に撮ってたんですけど、うん、なんか、なんだろうな、面白いし可愛いから、なんか可愛いゆえになんか笑いというか笑みがこぼれてきちゃってこう音にやっぱり乗っちゃいけないから、うん、頬肉を噛みちぎるぐらいの勢いでずっと噛んで耐えてました。ひなはめっちゃゲラなの。確かにめっちゃ、この前のアフレコの時に、うん、聞こえなかった？あ、聞こえた。なんだっけあの時、なんかさ、かんちゃんだよ。かんちゃんだ。あー、待って、あれだ、かんちゃんの面白ポイントか。ちょっとね、まだ言えないんだけど、本当に言えなさすぎるんだけど、江戸っ子みたいな感じの瞬間があったんだよね。いや、そう、ちょっと、ま、でも絶対おかしかったよ、あれは。そう、あれはなんか大沢丸に乗ってよくキャラ変をするんだけど本当になんかその瞬間がちょっとあることが、うんうん、一瞬ね、なんか一瞬ちょっと出てきて、うん、また何になっちゃったのその場の最近寄り添う系だったのにね、何を狙ってるんだろうみたいな、なんかどうしたみたいな、どこの層に刺さる言葉遣いもどこの層にも刺さらないワードチョイスだ、出せえぞみたいな、誰も別に喜ばないワードチョイスが出てきたのに、先輩になっておかしくなっちゃったのかなみたいな、気合が来たのね、気合がっちゃったのか分かんないんだけど、最初だってザマスって言ってたしね。そう、最初はね、ザマスからもうその時にヒナがもう盛大に吹いてて、そう、アフレコであんなちゃんとはっきりと笑っちゃう人っているんだと思って本当に我慢できなかったのね、ちゃんと笑った。でもめっちゃさ、うちのも結構ゲラだから、いや、うん、本当に笑ってる
る時はあるよ。でもいやある、そう あんなちゃんと笑われるとねおもろいよね。えそう、音としてね、そうなんか誰かが笑ったなっていうので一応ちょっとスイッチがちょっとおもろい。いや待って、ルリ、私はルリ、今はルリだからって思いながら本当に申し訳ない。一番やっちゃいけない。いやでもあれおもろかったね。たまらんかったな。辛抱できそう。ちょっとあれもマジ早く見てほしい。本当にここなんですって言いたい。てか気づくのかな、みんなは結構さ流しちゃうのかもね。かあみんなは本当にすごい許容範囲が、いや広いんだよね。だってうちら大爆笑してるものとかいっぱいあるよ。正直相当あるよね。ただいまだにネタにしてるのとかもあのホッケーキもそうだしね。それこそ今うちらホッケーキブーム来てて流せないかな、流しちゃダメかな。ゲームのシステムボイス流してもいいですか。流していい、ちょっとなんか私たちそのリンクの生放送とかで意味のわかんないワードを言ってるルリの声がよぎってくんのよ。だからこれなんだろうって思ってずっと探してて、昨日見つけたんだよね。聞いてもらって何のカード、何のカード。プチパティシエール UR 大沢ルリのスキル発動の時、はい、ホッケーキ、ホッケーキ、これですね。ホイケーキ、本当はなんて言ってるんですか。これはホイケーキって、あのホイケーキあげるよみたいな。それも2回連続で、それやっぱスキル発動だから、うん、ちょっと短めに言った方がいいから、ホイケーキ、ホイケーキって言ったらなんかホイケーキ、何を言ってんだろうと思って。それ踏まえてね、それ踏まえてもう一回ホイケーキ、ホイケーキ。えでもなんか聞こえてきた、だんだん聞こえてきた、うん、そう聞く前はもうなんて言うの。そうそう、しかもさそのスキル発動ボイスとかってさ字に起こされないじゃん。そうだから多分皆さん本当に何言ってるか分かってないと思うよ。ここで初めて知る真実みたいな。あそっか、みんなもめちゃめちゃ有益情報ようやく知れましたね。マイブーム、ホッケキブームね、うん、これはブーム来てます。そう、挨拶代わりに今日言ったもん、ね、あそうおはようございますの代わりに。そうひえちゃんと二人で入ってきたら、うん、おいキッキュッ悪いよな、悪いよ。あれ好き、かわいい。ちひーちゃんの話からすごい脱線しちゃった。そうだね、ごめんね。楽しいお話を聞きました。りんちゃん、あ、りんちゃんじゃない、りんちゃんということで、ということでひーちゃん素敵な回答ありがとうございました。ありがとうございます。以上ドドド Q&A でした。はい、それではここで1曲お届けしましょう。お届けする楽曲はひな、何でしょう。はい、4月17日にリリースさせていただきました、蓮の空女学院スクールアイドルクラブセカンドミニアルバムドリームビリーバーズ104期バージョンよりスリーズブーケで青く遥かです。はい、好きポイントは、好きポイント私はそれぞれのソロパートももちろん魅力的なんですけど、うん、3人でこう声が合わさったところをぜひ聞いていただきたくて、うん、なんだろう、私最初こう3人で初めて歌わせていただく楽曲ってなった時に、ちゃんとこのお二人の声に、ま、混ざれるかなというか、うん、うまく溶け込めるかなっていうのがすごい心配だったんですけど、うん、こう完成版を聞いた時に、あ、大丈夫かもってこう自分でもちょっと安心できたというか、うすごくそれが印象的だったので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。本当に綺麗、ね、嬉しい。それでは改めて曲紹介をお願いします。はい、それではお聴きください、スリーズブーケで青く遥か。照り返し日焼けしたスニーカー、雨つかせ
綺麗。なんかちょっと歌詞とかもすごい解像度が高くて、はい、なんか高校とか中学の時のグラウンドとかをめっちゃ思い出した、ね、あーわかるわ、ね、夏の始まりって感じがするやつ、うん、入道雲が見える。あーわかる、なんかさスリーズブーケらしさはあるんだけど、なんか新しい風感じない、うん、すごい曲調に、うん、なんだろうな、なんか銀行の透明感みたいな、うん、ね、うん、え、てか銀行のさメンバーカラーがマジでぴったりだよね、わかる、めっちゃ綺麗なね、銀行が入ったことによってその曲とかおしゃべり中とかでもなんか銀行の色をめちゃくちゃ感じる、確かに確かに嬉しい、いいね、ということでね、お聞きいただきましたのはスリーズブーケで青く遥かでした。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブミラクル準備室ラジオ、蓮の空女学院スクールアイドルクラブからのお知らせです。まずはリンクラ情報です。現在カードパック2024スプリングリミテッドコレクションボリューム3が配信中です。イラストを届いております。かわいい、かわいいね。いやこれ今回はスリブドルケ、スリブドルケじゃない、スリブミラクラパーク、かわいい、用意していただいてかわいい、ね、本当にかわいい。えてかよかったね、あのおばあちゃんのさ、いやお衣装とかさ、本当にお手数おかけしました、探していただいて、いやいやいや、あの大量の段ボール箱からでもさもう全部めっちゃ素敵な衣装になって ね本当に、うん、スタイル可愛かったし、てかアレンジされてんのがマジでいい、え、いいよね、わかる、うん、スリーブもちょっと銀子ちゃんのこうアレンジで変わってるし、うん、ミラパさんのこの耳も可愛くて、私好きなんですよ、いい、光るんだよね、うん、そう光るんだよね、暗闇でね、なんかゲーム感あってすごい可愛いなと思って、ミラパだけ光ってる、ハッピーな感じやばかったですよね、超ハッピーなやつ、暗転でみんな移動してるなんか耳だけ光るそうやばいよねあれ可愛い、可愛かったな、可愛い、猫ちゃん加えてんの可愛い、可愛い、そう糸をね酔っておりまして、こうやってやるんだ、なんか手を合わせて、摩擦に弱弱いから手でこう優しくやらないといけなくて、糸を寄るところから鏡は始まるんです、ね、夜って何、夜ってスリスリみたいな、すげーな、なんか3人先輩方と並んでる銀子ちゃんが見れて幸せです、うん、幸せそう、ありがとうございます、うんうん、そしてさらに加賀友禅コラボセレクトチケットパックを5月31日までの期間限定で発売中です、うん、こちらは蓮の空カルタのカードを選べるセレクトチケット付きとなっておりますのでチェックをお忘れなく、はい、そして現在もうすぐ1周年ゴールデンキャンペーンを開催中です。こちらのキャンペーンでは最大19日間1日1回無料ガチャを引くことができたり、デイリーライブ強化キャンペーンやラーニングライブ習得度上昇キャンペーン、うん、さらにお得なパックも販売しております。ゴールデンウィークのリンク欄も見逃しなく、楽しみ、盛りだくさんですね、1日1回無料ガチャめっちゃ嬉しい、いや確かにね、これ大きいな、正式リリースからもう1周年が長いです、経つみたいで、おめでとうございます、ありがとうございます、楽しみですね、今年ね、うん、はい、では続いて CD 情報です。蓮の空女学院スクールアイドルクラブセカンドミニアルバムドリームビリーバーズ104期バージョンをリリースさせていただきました。こちらの CD にはドリームビリーバーズ、オンユアマーク、永遠のユーフォリアの104期バージョンのほか、各ユニットの完全新曲が収録されています。さらに7月17日に蓮の空女学院スクールアイドルクラブサードシングルをリリースさせていただきます。こちらの CD には新規楽曲が2曲収録されております。詳細は後日発表となりますのでお楽しみに、うん、そしてライブ情報です。現在千葉と兵庫の2都市を巡るライブツアー、蓮の空女学院スクールアイドルクラブセカンドライブツアーブルーミングウィズを開催中です。残るは5月18日19日に神戸ワールド記念ホールで開催させていただきます兵庫公演です。ぜひ兵庫でもお会いしましょう。
会いしましょう。しましょう、うん、さらに9月12日13日に東京ゼップ羽田にて有観客バーチャルライブ、ハスノソラジオ学院スクールアイドルクラブ103期フェスレックライブファーストクロッシングを開催させていただきます。こちらはハスノソラジオ学院103期に実施したバーチャル音楽ライブフェスライブの内容を今に合わせて再構成したスペシャルな有観客バーチャルライブです。そして8月23日24日にはヒューリックホール東京にてミラクララジオの公開録音イベント、ミラクラパークラジオ公開録音夏の大補習祭りを開催させていただきます。23日の公演にはスリーズブーケもゲストとして来てくれるから、させていただきます。ちょっとねいろいろと今後もねなんかやりたいこととか考えていくから、ちょっと楽しもうね。楽しもうね。はい、そして本日お知らせした情報の詳細はハスノソラジオクイーンスクールアイドルクラブの公式ホームページをご確認ください。以上お知らせでした。お届けしてまいりましたミラクラ準備室ラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました、早い。ここで次回の準備室ラジオのお知らせです。次回5月12日配信予定のミラクラ準備室ラジオ第4回放送も引き続き百瀬銀子役桜井ひなちゃんと一緒にお届けしちゃいます。お願いします。さらにその次5月19日配信予定のミラクラ準備室ラジオ第5回放送にはゲストとしてハスノソラ女学院スクールアイドルクラブ104期生ドルケストラの勝町小鈴役葉山風花ちゃんが遊びに来てくれます。ゆうちゃんへのメッセージ、質問などのメールもお待ちしております。さて本日の放送はいかがでしたか。ヒーティアン、ヒーティアン的にはなんかすごい結構敬語抜きは難しかった。なんだろう、ミラパさんのノリってこういう感じなんだみたいな、すごい楽しかったです。うちに来る？確かに。もらいますか。もらいますか。ちょっと危ないんで、あっちは続き入ったしな。銀行やっぱり見守らないといけないと思うけど、いやだから銀行が今から猫耳つけてもらうから、猫耳ね、つけてほしいし、猫耳つけてる間だけみたいな。期間限定か、仮入部というか仮入隊、ちょっとね検討していただいてね。確かに衣装さんよろしくお願いします。お願いします。それでは今回のミラクラ準備室ラジオはここまで。お相手は大沢デリナ役カンカンヌと、藤島めぐみ役月根コナと、安陽寺姫役クルスリンと、百瀬銀子役桜井ひなでした。お疲れ様でした。